入山明子のつれづれ日記1408回駆け足してまいります。いよいよ新曲残座岬ニューバージョンの PR 始まりました。北谷海峡明慶と愛佳も一緒に PR しています。音源を新しく作り直しましたよ。さあ、入山明子の歌たくさん歌っていただいたのは三山由里さんの10周年入間市丸広におきまして発表会、そして入山明子もゲストで歌わせていただきました。中島まさるくん、久しぶりに会いましたね。気持ちよく歌わせていただき感謝です。たくさんの方が歌ってくださった入山明子の楽曲、とても嬉しかったです。その丸広から駆け足でお祭り、狭山ヶ丘の愛宕神社のお祭りに出かけました。皆様、お手に取っていただきましたでしょうか。アニキャラのバッグのついた CD のセット、定着で販売させていただきました。大阪に向かいました。最近大阪の出没率が高いです。兵庫県カラオケホール琴音さん、京都のサウンドスタジオ花さん、2カ所で1泊2日のキャンペーン、そして8月に発売になります残座岬ニューバージョン、北谷海峡ご紹介しながら歌わせていただきました。サウンドスタジオ花さんはお花屋さんもされているということで、とっても素敵なお花のプレゼントをいただきました。お花を持っての歌唱はとても心穏やかに気持ちよく歌わせていただけます。皆様との全員での写真も記念になりました。さあ、翌日は奈良県に向かいました。大谷明雄先生の古希のお祝い、奈良学園ホールの生バンドで乱れ舞、先生の作曲された歌、歌わせていただきました。そして皆様と一緒にありがとう感謝歌わせていただきました。ズームの会議も行いましたね。さあ、常に車移動ですけれども、暑い中移動はやはり体力を消耗いたします。気をつかながら歩いていました。飛行機での移動も余裕を持って出かけないと、駐車場が夏休みということもあってか空いていませんでしたね。山口に飛んでお祭りの舞台、ずっと例年お呼びいただいてます水戸町大田のふるさと祭り、実家の獅子丸くんも元気いっぱいでしたね。さあ、その後翌日は大阪に向かいます。フレンドリー様の3周年、森口アゴーラでたくさんの歌手の皆様とご一緒、楽しい時間を過ごしました。兵庫県、和歌山県、大阪から駆けつけてくださった講演会の皆様、ありがとうございました。翌日5日は和歌山へ、和歌山市小原市長より和歌山市観光発信人を任命いただきました。任命式のその場でもアカペラで北谷海峡を歌わせていただき、休暇村加田では北谷海峡10周年の記念で北谷海峡御膳も作っていただいております。平日に限り皆様注文できますので、ぜひ召し上がってみてください。さあ、それからその翌日は岐阜に向かいます。岐阜愛知キャンペーンです。初のファンミーティング、名古屋富山からも駆けつけてくださった皆様と楽しい時間を過ごすことができました。吉津屋西春店、吉津屋清洲店ではキャンペーン、初めての皆様にも歌をお届けできました。翌日は東京に帰ります。東京に帰りましたら、浅草養老堂音曲堂さんのキャンペーン、前日の夜のすごい雨でどうなることかと思いましたら、天気も良くなり、皆様の移動に差し支えなかったことが何より嬉しい、でも暑い一日でした。さあ、その翌日は神奈川県桜プラザホール、マイク川原さんら、小林実さんらの
主催の舞台いただきました。音響はいつもの上川さんチームということで安心して歌える舞台でした。音響そしてスタッフの皆様との連携、とても大切だなと思う今日この頃です。11日の日には茨城岩崎電機さんでのキャンペーン、多くの皆様が駆けつけてくださいました。平日は難しい、平日は仕事があってという方も日曜日でしたので、たくさんお出かけいただいて、大勢の皆様との楽しい嬉しい時間でした。帰りには大人気の道の駅常総にも立ち寄ることができました。顔より大きなメロンパン、バッグかなと思うぐらい肩からかけて皆様が持っていらっしゃったので、メロンパンとは思いませんでした。暑いのでとかき氷をごちそうになったり、グッズも並べさせていただいて皆様にもお求めいただいて、 UFO キャッチャーを真剣にするナマンタさんと有田さん、さあそしてラジオの収録です。坂本美里ちゃんとの2人の掛け合い、夜の番組ですがまったりとした番組です。よろしかったらお聞きください。ラジオ日本は夏木豊さんの人気番組ホット歌謡曲に生出演。この日収録しましたラジオ日本おはうたは一人喋りしていますので、ぜひこちらも楽しみにお聞きください。時間のある時に講演会のお店、そしてお世話になっているお店さんに回りたいなと思っています。まずは川越市にあります霞ヶ駅からすぐのハッピーさんに向かいました。ご無沙汰している常連の皆様ともお目にかかれました。歌ったり歌を聴いたり、歌はやはりいいな、楽しいな、大好きだなという思いで過ごさせていただきました。さあそれでは入山っ子のつれづれ日記1408回終了です。また次回。